Hey, what's up? トラジローです。トラジローです。今回ですね、 FC マスターの特徴あるあるっていうのを解説していきたいと思います。はい、ということで今回も FC マスター関連のネタということで、自分も FC マスターやってるんで、その経験をもとにあるあるをお話ししていこうかなと思うんですけども、基本的にこれからお話しする内容は全て自分の実体験でございますので、個人の見解ということでよろしくお願いします。 FC マスターの特徴あるあるその1、熱弁した後の浮いた感ということで、まあ、これあの FC マスターはね本当にあるとは思うんですけども、例えば何かこうイベントをしようとか、運営方針を話しとうという時に、こうちょっとね自分の思ってる思いっていうのをこう熱弁してしまう時があるんですけど、だいたいその時って反応があんまりないのよね。多分ないし、何か思ってる方おられると思うんですけども、基本的には反応がないので、あ、めっちゃ浮いてるやん俺っていうのがすごいある。多分それはお前が共感を得られてないからやで。めっちゃきついこと言うやん。で、次にジョークのつもりが大滑りっていうことなんですけども、なんだろう、 FC チャットと盛り上げるためにとか、 FC のこう空気感をね盛り上げるためにね、これ多分ね、ジョークってねみんな思いつくと思うんですよ。で、思いつくんですけど、これ言ったらまあ絶対寒いなっていうようなとこでみんなは止めると思うんですよ。ただ自分の場合そこ止めずに行っちゃうっていう、なんだろう、性癖じゃないな、癖があって、案の定言うとね、てん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 みたいな。まあ、うちの FC ではまあ、そういうジョークを言って、山田くん座布団1枚みたいな感じで、まあ、面白かったら座布団1枚みたいな感じで言うんですけども、大体ね、こう狙いに行くとね、やっぱり大体大滑りが多いということで、まあ、FC マスターは滑るよねっていうのが自分の中では、まあ、デフォルトなんですけど、他の方はどうでしょうか。で、次に失言するっていうことがあって、まあね、失言することはね、結構あります。で、やっぱりFC マスターってこうメンバー含みフレンドとかもそうなんですけども、とりあえず人とチャットする機会、話す機会っていうのが非常に多いと個人的に思ってるんで、そうなるとね、やっぱりそのいろんな会話する中でたまにこうやっぱり発言回数が多い分失言してしまうこともあるんですけども、これね、決して悪気はないんですよ。それだけは分かっていただきたい。たまにね、あ、こいつなんか変なこと言うとるなっていうね時はあるんですけども、チャットでやっぱりこう伝えるっていうのは大変で、こうなんだろう、ちょっとこう柔らかく言ったつもりが実はそれがこう相手にとって失言になってる可能性があるんですけども、これ非常に皆さんに分かっていただきたいのは、 FC マスターは悪気はないです。そう、基本的に悪気はないです。はい、ただなんだろう、ちょっとひねってしまったんが失敗するパターンが多いと。そして次に物忘れが多いってことなんですけども、これはね、もう人によるとしか言えないんですけども、自分の場合はとにかく物忘れが多くて、FC マスターだからとかいうのはもう多分関係ないと思うんですけども、ただいろんなことを抱えるものが多いから、やっぱりこうどっかで抜けてる部分、忘れてる部分があると思うんですけど、そこがちょっとね目立って見られて、 FC マスターこいつ物忘れ多いんじゃないかっていうことがね、もしかしたらあるかもしれないです。ただ自分はこれ自覚してるんで、周りの人に助けていただいております。いつもね、こうした方がいいんじゃない、ああした方が、ね、いいんじゃないとか、私こうするああするっていうね、ことを言っていただいて非常に助かってて、まあそれでもやっぱり物忘れ多いね。これ前にも言ったじゃんっていうことがもう多々あるんですけど、もうこれも言っときます、悪気はありません。まあそれはお前が悪いわな。そして次に誤字誤爆多い。まあこれもね、 FC マスターによるかもしれません。これはお前が極端に多いだけとちゃうんか。やっぱりね、こう FC マスターっていうのはメンバー含めコミュニケーションをねたくさん取っていくってこと、場面が多いと思うので、いろんな場面でチャットするときに、誤爆、例えばテルに対してやるつもりが FC チャットに流したとか、パーティーチャットでやるつもりが FC チャットに流したとか、こういう誤爆がねめちゃくちゃ多いと思うんですよ。あとは誤字ですね。チャットを打つ、とにかく打つ機会が頻度が高いんで、その中にやっぱりいくつか誤字っていうのが生まれてきます。多分ね、皆さんの FC マスターの方でチャット結構誤字多いっていう人多いんじゃないかなと思います。自分の周りでも結構見かけます、誤字多いのは。自分の中で一番多いのは、お休みを親海っていう押すの、あれはねめっちゃ多い。FC マスターの特徴あるあるで、何かと語り合いたくなる。
これはね FC マスター同士で多いのかなと思うんですけども、こう一緒の運営方針についてねちょっとこう一緒になって語ってみたりとか、他の人どうしてんやろうとか、こうフレンドとかとね語ってみたり、あとは FC 内でもなんかこうちょっと集まってあの 会議っぽいこうちょっとねことを語り合いたくなるんですけども、これねあの必要性はあるかどうかというとちょっとわからないんですけど、とにかく語り合いたくなると、はい、そして次に夢がいっぱいってことなんですけども、やっぱり FC マスターね、いろんなことをやりたいって夢が、まあ夢つっても、まあ、このゲーム内の中でね目標みたいなものがあると思います。例えばこんだけ人を集めて一緒にコンテンツを行きたいとか、一緒にギャザクラとかやって、もしくはユーザーイベントとかね自分らでやって、こうなんかいろんな楽しみ方を見つけたいよねっていう目標が実は FC マスターの中にあったり、まあ、なかったらなかったで FC を長く継続させるっていうことが目的だったりするんですけども、まあ、この FC を長く継続させるって意外とねこれ難しく大変なことだと思うんで、まあ、それが一番の目標なのかもしれません。はい、そして FC マスターの特徴あるある最も多いのかなと思うんですけども、突っ走るっていうこと、これは自分の中で非常に多いなって、まあ、他の方がどうかはちょっとね分からないんですけども、自分はこれ非常に多かったですね。いろんなことやっぱりやりたいこと目標がねいっぱい出てきて、あれしようこれしようってなってこう突っ走ってしまう癖があるんですけども、まあそういった時に、まあ例えばサウマスターとかにね、もっと事前に言えよとかいうふうにちょっとあの怒られたりとかね、まあ、するんですけど、自分の中ではそれがいいとは思ってて、やっぱりこうバーってねとっさ的に思いつくことが多いと思うんですけど、 FC マスターの人って実際それをやっぱりその客観的に見た時の意見って大事やなと思ってて、それをやっぱりあのちゃんと言ってくれる人っていうのはね FC 内にいるのはありがたいかなと思ってて、やっぱりあの FC って一つのコミュニティなので、その現実世界とやっぱり近いとこはあるんですよね。いろんなコミュニティでもそうやと思うんですけども、例えばサークル一つのなんかの趣味サークルとかでもそうですし、団体でね活動していく中でこう独りよがりになって一人で突っ走ってるだけやと、あーもうあいつ嫌だもうやめるっていうのがねケースがあると思うんですけども、その中でいやいやこうした方がいいよとか、ちょっと待てよと、ちょ待てよっていう風にね、意見してくれる人がいるっていうことは非常にやっぱ一旦こうねいろんな視野を持てるというかいう部分があると思うので、そこは大事な部分かなと思うんで、ただ吉松さんの特徴として突っ走るとかやっぱあるよねっていうところで、突っ走る人と一緒にこう足踏みをそれてあのいろんなことをやってくれる人とか、もしくはたまに止めてくれる人っていうのもまあ、大事なのかなと思う FC マスターの特徴でした。まあ今の含めてね全部俺だわっていうことだったんですけども、他にね FC マスターこんな人いるよって、面白い人こんな人いるよっていうのがあれば、ぜひコメントなどで書いていただけると面白いかなと思います。はい、それでは今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。